も変わらねえな。どうした、付け合わせのミックスベジタブル見るような目で俺見やがって、忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ。ヒッシュ89腹ペコの皆さんに熱々の鉄板ジョーク、まずは 100g から。この間ハンバーグ実家でフラフラしていたら母親にこう言われました。おいハンバーグ、いつまでフラフラしてるんだ、そろそろ仕事に就いたらどうだ、あんたハンバーグだろ。そう、定食にね。ハンバーグ、続いて熱々の鉄板ジョーク 200g だ。この間ハンバーグ、母親に言われた通り就職活動した。するとすぐに職に就くことができた。なぜかって、そう、就職もハンバーグもコネが大事だからね。ハンバーグ、続いて 300g の鉄板ジョーク。この間ハンバーグの友達が彼女に振られてね、目も当てられないくらい落ち込んでいた。かける言葉がなかったよ。かけてやりなよ、デミグラス。最後におまけの鉄板ジョークだ。この間ハンバーグ、とんかつとメンチカツとハンバーグと3人で芝居をしたんだ。とんかつとメンチカツは緊張していた。でもハンバーグはいつも通りナチュラルに芝居ができた。なぜかって？そう、ハンバーグだけ上がってないからね。